あのー、うち僕の、えー、運転手このコーナーでも紹介しましたけどマッハスピード豪速球っていう、えー、コントーチームのガンタ君っていうのがいるんですが、はい、それは僕の運転手をしてるんですね。でガンタ君が書いて日記があるんですよ。今日日日の日記を書くようにっていうことで書かせたんですけど、えー、11月25日。 本日、NHK 朝一出演のため博士の家に6時50分に到着するように向かうため5時半に起きるまあ彼は僕の家まで通っているからその高円寺まで来るのにちょっと時間があるんですね自転車であで朝一出演ってことは月曜日ですねはいはい、はい、めちゃくちゃ眠いしかしツイッターを見ているとすでに5時という早い時間に博士が元気に気象ツイートをしていたっていうことで 僕がたい朝5時ぐらいに起きてるんですね、今。で、博士、起きるのは早ーと思い、自分も頑張ろうと思い、自転車で出発、自転車で僕の家にまず来ると、まあ、今日はスケジュール的に10時まで朝市があって、次の仕事が19時、7時からだと、時間がたっぷり空く、その間に仮眠などすれば問題はない、などと今日の空き時間の使い方の算段を立てていると、博士の家へ到着、博士へご挨拶する、おはようございます。 おはよう、今日は朝市終わったらマッサージに行くからと博士はい麻布のマッサージですねと僕はあのー、腰痛治療のために麻布十番のマッサージそこに通ってるんですねでうんそんでその後、定低山を登りに行こうと俺が言うわけですあのそう今日のゲストが低い山低山登山家のために低山を登っておかなければならないということらしいっていうことなんですけど 彼にとってみれば僕の番組のゲストっていうのは彼とはほぼ関係ないですから。そうですね。低山ですか。いいですね。行きましょう。原曲いいですね。と言ったが、何か嫌な予感がする。しかし、僕は付き人博士が行くと言ったら行くしかないのだ。まあ、行っても低山だ。山は登るのに5分もかからない。山は登ってもまだ休む時間はあると思いながら、nhk に向かう。途中眠くない。眠くない。疲る。 疲れたってない疲れてないを連呼する博士 <laughs> これ俺ねあのー、運転手の前で、はい、眠いとか疲れたっていうのは嫌なんです、はい、だから絶対にあー眠くないで、てい,いつもやるんですこれはそんな風にして起こしないですね、ええ、ありがとうございますどうやら相当お疲れのようだ、はい、この調子なら低山登山の話はまた後日と流れるかもしれないとそして NHK に到着 えー、これアルファベットの長澤の使い手必殺技これあえて名前を非す N マネージャー、はい、でも必殺技の名前が,名前が長澤、ね、これアルファベットの長澤ですから、はい、と共に楽屋入りをする楽屋するやいいやいや今日定山に行くんだと博士が N マネージャーうちのマネージャーに伝えるどうやら話が流れることはないようだっていうことでもうここでがっかりしてるんですよ 休休みみたたたかかったわけですねいいん朝早ら「はい、そうなんですか何個の山行くんですか?」と長澤が聞いて「うん3つかな?」って言って「うん ?3 つ三山?」。しまった僕はびっくりした勝手に一山一つだと思い込んでいたのだ。 だって博士疲れてるしというようになんとなく山だから一日一個だと思い込んでしまったこれはそうですよね突然言われてる方にみたいな3つって思わないですからね。て <laughs> いうか博士はもともとつ山に登ろうと思ってらしたんですかでで俺の中では低山だったらしかも都内,し都内だしと思ってるからでも考えてみれば一山登るのに5分から 10, 10分だろうし一日に何山も行けるのが低山登山の醍醐味でもあるのだろうと。 その瞬間移動時間を含めて僕の空き時間で体力回復作業はだいぶ怪しいものになってしまったしかしそれでも移動時間とか登る時を考えても2時間は空き時間はあるはずだ N マネージャーと相談して麻布からどの山をたどっていけば効率よく家に帰りながら低山に登っていけるかを考えるっていうのこれ朝一やってる間に俺がその低山今日ゲストの本を渡して、はい、そのコースはお前が考えとけよっていうことを言ったんですね。 で朝一生放送中も考える考えているうちにある作戦を思いついたその名もなんとなく二山作戦二つの山ですね二山作戦 <laughs> なんとなく二山作戦<え>、はい、博士が神経を使う生放送を終えた後のどの山へ行くか決まったという質問に対しなんとなく二山しか答えずに二山しか行かないことにしてしまおうという作戦である 博士の雰囲気的に多分2山でも3山でもどっちがいい感じがあったし神経を使う生放送終了後であるそんな細かいことはどうでもよくなってるはずだなんとなくこの作戦はいける気がしたとまあそして、えー、生放送終了後山決まったと質問に来たので「はい池田山と箱根山に決めましたどうですか?」と当たり前のように2つだけ言う「かっここの作戦のコツは当たり前のように言うことである」と「<laughs> うんいいよ」ってこれをね「イエス!」 作戦大成功だこれで30分ほど空き時間が増えるそう思うかいない大きい声が室内にこだましたえ千駄ヶ谷富士には行かないんですか <laughs> ?N マネージャーだ <laughs> こうして N マネージャーによる言葉の長さは長久必殺により僕のなんとなく二段作戦は失敗の悪そうですね俺は別に二段でも三段でもなんとなくな感じだったのを、ええ、あの N マネージャーが「マネージャー」 千駄ヶ谷富士っていう余計なことを言った、えー。あの N マネージャーにとっては千駄ヶ谷富士はとても大事なところなんです、ね。なこれは俺もわからないですね。うん、彼の中じゃ、千駄ヶ谷富士は見るべきだっていうのはあったんでしょうね。はい、マッサージ後低山に向かう、最初の低山は池田山っていうの、これ五反田にあるんですけど。はい、無事、ええー、全くが、ちえつ、ー、つくが、全く駐車場が見つからず、もたもたすると。 すごく綺麗紅葉が綺麗で本当に綺麗すぎてテンションが上がる写真をバンバン撮ると博士に頼まれ景色をバンバン撮っていると俺を入れてないよって言われる景色しか撮ってないんですよ俺を全く撮らないんですよ別にそれだったら俺行かなくてもいいです <laughs>、はい。景色が綺麗すぎてつい夢中に池田山の途中で博士が携帯の天気予報がなか何かを見て今日は天気大荒れになるらしいってこの日月曜日の午後から荒れたんですけどでそこでまた僕は作戦 天気が荒れるのを怖いから、山二つにしませんか作戦を思いつき実行する。天気が荒れるのが怖いから、山二つにしませんか作戦とは。天気が荒れるのを怖いから、山二つにしませんかという作戦だって、こいつ馬鹿でしょ。<laughs> まあ、はい、同じことですね。いや、はい、割と馬鹿ですから。らいえいえ、違います。わざと書いておられる。うん。そうだね。作戦材成功だって、俺もそう、そう、二つでいいやと思ってたんですよ。はい。 続いてまあここ池田山後で話しますけど池田山なかなか面白かったす池があってね下の方に、えー、次なる目的地は千駄ヶ谷富士千駄ヶ谷富士は神社の中に小さい山頂上がすぐ見えるこれ移動したんですよ五反田から今度千駄ヶ谷までね、はいえー、僕一人が残り博士が登り下からのアングルその逆へいろいろな写真を撮りまくるということその時えー 落落ちち葉が風で落ちてきたすると「今だ取ってくれ!」と博士異常に興奮 <laughs> あの落ち葉が舞う中に自分がこの辺から博士が「すごい綺麗だ!」とか「楽しい!」とか変な方向にいきなり駆け出すなどの子ど子供っぽい言動をわざとやり出すでこれ自分の末っ子なんですけど「あきらくんに自らなる遊びを始めるっていう」っていうのはこれは 4歳児がいるんですけど、はい、そのあきらく君と同じような行動をあの常にしなさいっていうのを、えー、運転手のガンターに言ってるんですよ無邪気だから、はい、そういう無邪気な感じで何も考えてない感じで「わー!」とかって言って「パワーとかっつって,俺に甘えろって言ってるんですよあそういうこと課してるんですねガンタン。課してるんだけど、はい、これができないんですよやっぱり。 ななかなかね。えー、もうで俺も51だから、はい、それをあの4歳児のような行動ってなかなかできないっていうのを、はい、じゃあ見本を見せてやろうと思って俺がそこであの4歳児のように喜ぶのをやってる。でそしたら彼がこうなってくると僕はどうしていいかわからないこまあこういう感じなんです運転手とあのタレントはね。 で、えー、帰り神社の敷地にある親子いっぱいある公園を一周回るという謎の行動をするっていうのは公園にまあまあ友達がずーっとあのたむろしてるんですけどそこへ俺がああのー、まあ、神社の中のある公園なんですけどそこをぐるーっと一周するんですけどあのー、彼にとっては僕が、あのー、顔バレしたくてまあ ママさんに「あ水道橋さんだ」とかっていうのを言われたくて言っててっるると見えてるんですよたくさん歩いていると、ええ、くたくさん子供遊ばせてるお母さんとかしかいないんです。しかいないからおじさんがいないところへ俺が行って「はい、あ水道橋さんだ」って言われたくてそれか言われたくて行ってるんですかって聞くんだけど、はい、実はそこ初めて千駄ヶ谷富士行くから。ええ そっっちに出口があると思ったんですよ、はい、僕自身はね、はい、そしたらそこは抜け道がなくて、はい、そのままずっとその小さい公園ですけどぐるっと俺が回ってきてそれも俺が4歳児みたいなことをずっとやってるから。 目立ちたくてやってるのかみたいな行動に見えるっていう話なんですけどそして車へ戻る途中に標識があったんですね地図をこう確認したんですけどそれ今日お見せしましたけど地図にちゃんと場所を書いて千駄ヶ谷何丁目何丁目てそこに大きい建物の名前も書いてるんですけどそこに大きい建物の名前も書いてるんですけど。 オーマン国大使館、モロッコ国大使館。っていう、記述があったんですよ。ええ、これ、あの、今、もう見せましたね。はい。ええ、それがものすごく、俺にとって衝撃だったんです。あの、伸ばす位置を、一応。これね、オマーンに関しては間違って。オマーンなんですよ。はい。オマーン国大使館が正しいんですけど。オーマン国大使館になってるんです。これ、は千駄ヶ谷の、その地図を、皆さん、確認してください。そこまで行ってね。 そうするとしかもモロッコですから今も,もうシーンと今してるんですけど大丈夫ですかね何も反応ないですねで車に戻り「さあさお家にお帰りですね」はい、と思ってると「よし次は富山公園箱根山だな」っていうことで箱根山富山公園も行ったんですもう時間なくなってきました、はい、大丈夫です大丈夫ですね箱で富山もここの低山登山を3つ行く時に一番最初に行ったのは この都内で遭難することはないだろうそりゃそうですよでしょ、ね、低い山ですしでこれが遭難したんです、ね、ああ広いですね富山公園ってめっちゃ広いんですよ私実家の近所だったのでよく行ってましたけどそうですか明治通りを挟んで2つあるんです、はい。 それで僕はいつも東京駅から歩いて帰るのてことがよくあったので、うん、富山公園をこうずーっと外周を渡って、えー、高円寺の方へ抜けて帰るってよくやったから「えー、富山公園は俺に任しといてくれ」って全然知ってるからってって、はいはい、大久保通り沿いのだから2つある方の違う方の、えー、富山公園に行ったんですよ。 ぐる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 こう探し回って、えー、富山こうの中の箱根山が見つけられずそのままそうそう低山登山で遭難したんあわや遭難っていうかもう遭難しかけちゃったわけですね。もう遭難し,てまし,しましたね。<で>しましたね。したんですね。はい、えー。<laughs> で小一時間かええー、かかって箱根山に到着とであっという間に登りきりってまあ、えー、低山ですからでまたそこに、えー 葉っぱがひらひら落ちてきたんですねそれを見つけると博士が舞う葉っぱを磨けて走っていったそして両手を広げて「うがーあー!」と叫びだした「何なんだこれは」「あきらくんごっこの続きか」とその四歳児のまねの続きではないんですこれこれはあのー、超能力だと思ったんですはい <laughs> <laughs> あね、えあの風の吹くタイミングとその枯葉と胃腸並木だったと思うんですけど胃腸、うん、がこう舞い散るのが俺が「あー」って言ったら胃腸並木が「ダーッ」と落ちるっていうふうに完全にそれが一致してると思ったんです。じゃあ散り始めてから「ガーっておっしゃったんじゃなくて「うん、ガーって言ったらいや散,り散り始めてからこれ,これは俺の超能力で多分枯れ葉は落ちるに違いない。 って思ったんですよ、はい、で、あーっていうと同時に風とともにこう彼がだーと落ちるんです、はい、だからもう完全に俺がシャーマンみたいになってるっていうもうポカーンとしてますけど <laughs> えー、まあそういう風に感じられた瞬間があったということでいいですか、はい、うんとそのレベルじゃないです、ね、そのレベルじゃないそのレベルじゃなくてもう本当にアキラあのオートマカスのアキラみたいな世界で、はいえー、俺が全部風を全部 あの出してるんだっていうようなレベルぐらいのの瞬間があってああ惜しい俺完全に超能力だったのに俺が手を挙げたこの葉が落ちてきたのにって言ってこれをあのずっと写真で撮らせてたんですけど明みたいだったでしょーって俺が言うんですこの明はアルファベットの明なんですけどあの彼にとってはああの末っ子の明の明 博士のね、末っ子の明の明の,、はい、の遊びが続いてる、だからさっきと反応的には、い,い、同じなんです。あ、あ、だから。その末っ子。さんのことでしょう、四歳児の五個だったでしょうっていうふうに思ってたら。違う明の方を話す。俺が、あき、明っていうのは、そっちは大友克洋の明だっていう。ことを。俺はやってるわけですよ。はい、これ、な、なにを俺喋りたいかっていうと。はい、意識っていうのは全く違うんですよ。 だから俺俺的には低山登山行くぞってこれだけ楽しくやってでまた、えー、彼から見ると疲れてるからやめるに違いないこれは面倒くさいここを連れて行かれるのはダメだ二山で終わっておけばいいのに三山行かれるみたいなところの話なんですねこれねやっぱ読みながらやらないことにしますこれ <laughs> <laughs> 以上、ね、ここまではあれですね、はい、あのマッハスピード豪速球のガンタさんの日記から引用しつつお送りいたしました